ようこそゾンビランドへ。前作から10年も経ってるけどね、なんて言ったらいいかな。でもありがとう。ゾンビ関係のエンターテインメントはたくさんあるのにこれを選んでくれて。ところでイヌイットは雪にいろんな名前をつけてる。アプート、ピクサポク、キムクスーク。僕たちが今も生きてる理由は血に飢えた敵のことを自分たちのことよりも詳しく学んだからだ。前に君たちが見た時よりゾンビは進化した。だから彼らにニックネームをつけた。この女性はゾンビの中で最も間抜けな奴に追われてる。これをシンプソンズから取ってホーマーと呼ぶ。 YouTube がない世界じゃホーマーが何より面白い。残念ながらホーマー一人につき一人のホーキングがいる。博士並みに賢い。ホーキング博士ほど有名じゃない妹のベアトリクス並みかな。それでも物を考える脳が残ってる。開いてくれ。賢い子だ。さて次が最後。おうおうおお、今のは何？よし、今回はこのゾンビの名前なんだってゲームをしよう。こんちは。誰かいる？正解は忍者。音も立てず相手を殺す。襲われて最初に聞くのは自分の悲鳴。ゾンビのタイプを判別できて僕たちがどれだけ楽になったことか。でも生き残るだけじゃダメだ。普通の人生から立ち退かされて以来、僕は根を下ろせる場所を探してきた。今では長い付き合いの田中氏曰く、でかくやらねえんならうちに帰れ。彼の決め台詞じゃないけど、これを聞いて僕は考えた。でかくやってうちに帰るのはどう？万歳だってんだこの野郎。今日構えるにはそう悪い場所じゃない。真っ白なお家だ。待って、なんで彼が大統領なの？俺はめっちゃいい大統領になれたと思うぜ。手にキスして赤ん坊をギュッと握って。さぞかし威厳ある大統領だろうね。 Thank you。 あんたには無理、私がなる。副大統領は当然リトルロック。じゃあ私も大統領になれる。
お姉ちゃんが殺されたら副大統領に指名したのはそういう意味じゃないけど、そういうことよ。ほら見てろよ。僕のルールは小さいことを楽しめ。最初の頃僕たちはホワイトハウスでの暮らしを大いに楽しんでた。本当に特別な時間だった。自分の家を作るって。ウィチタと僕も至福のひとときを味わっていた。至福ってのは言い過ぎだけど、家庭的ではあったはずだ。目隠しまた落ちたんじゃない？いや落ちたんじゃない、取ったんだ。夜中見つめられて気味悪いんだけど。でもこの目が奴隷を解放したんだし、南北戦争を終わらせたんだ。見られて感謝しなきゃ。前回目隠し取った時どうなったっけ？リンカーンのソファーで寝かされた。うん。これでいい？絶対よかった。心から愛してるぜベイビー。お前は本当にゴージャスだ。あんたにいい人見つけなくちゃ。そんな必要ねえ。俺の中に残ってる愛情は全てこのビーストに捧げてる。そう？じゃあ私の相手見つけなきゃ。それなら簡単だ。ゾンビとデートしときゃいい。じゃあ私が彼氏見つけるのは無理ってこと？結婚するのも家族持つのも。俺たちが家族だ。望みの3分の1は叶ってる。リトルロックにはすばなれ願望があったけど、タラハシーは理解ある育ての父とは言えなかった。リトルロック、とにもかくにも僕たちは家族だった。ウイルス発生以来初めて本当に安全な場所に住んでいた。毎日がまるでクリスマスの朝みたいな。ハローメリークリスマス。ダラハシ、サンタだ。何が欲しいのかな、ちっちゃな女の子。子馬？いえ、ちっちゃな女の子って呼ぶのをやめてほしいです。だが実際にちっちゃいし、それに女の子だろ。サンタさん、僕はちっちゃな女の子じゃないけど、僕が欲しいのは。アホには何もあげない。感傷的にはなりたくないけど、あそこでの日々は僕の人生で最高の時だったのかもしれない。ゾンビが出る前も含めてね。プレゼント？ありがとう。ちょっと待ってよ。驚いたな。嘘、これ、あ、初版だよ。メッセージ書いたの？完璧な保存状態なのに僕の名前で台無し。ありがとう、君のサインも。本当ありがとう。いいね、やっちゃったね。ちょっとばかり感動的だな。ラッピングペーパー見つけらんなくて、タフト大統領の肖像画を使ったけど気にすんな、やぶいちまえ。どうせ知らねえだろ。歴代で一番太った大統領だったから、ラッピングが必要ならまだたっぷり残ってる。コロンバス、俺には何もねえのか？欲しかったの。また10年。おいおい、ただの10じゃねえんだぞ。これはコルト45。しかもただのコルト45じゃねえ、キングのだ。どこの王様？デンマーク？リヒテンシュタイン？キングと言ったら一人しかいねえ。エルビス・アーロン・ファッキン・プレスリー、最も偉大な男。王の中の王。ホワイトハウスを訪問したエルビスがニクソンに送った銃だ。これをお前にやる。弾も込めてやる。エルビスはよくこれを裏庭で撃った。テネシー州メンフィスのキングの家、グレースランドで。それ100回くらい聞いた。いつかみんなでそこに行く。私今からこれ撃ってみる。近くのリフレクティングプールにゾンビがいたかも。一緒に行こう。ああ、一人で行く。クリスマスだぞ。今日はクリスマスじゃない、11月17日。リトルロックは自分と同年代の友達が欲しかったんだろう。実際外にはいただろうけど、僕たちは接触しないようにしてた。巣を出られないものは当然不満が募る。